おはようございます。ビートルズ高校1年 B 組担任の小野リンダです。おはようございます。今日の授業のテーマはです。面白そうでやんす。最後に見えてそんね。というわけで今日はみんなで歌を歌いましょう。でも先生、私下手だからあまり歌いたくありません。あ、君は実に音痴でやんすからね。まあ失礼しちゃう。あんたの歌だって相当ひどいじゃない。なんでやんすか。何よ。はいはい、静かにしてください。鈴木さん。はい。歌なんか下手でもいいんです。え、どういうことでやんすか。音程やリズムが正確に歌えるということは確かに素晴らしいことです。でもそんなことにこだわるあまり自信をなくしてしまったり、歌うことが楽しくなくなってしまっては、それこそ本末転倒です。私たちはプロの歌手ではないのですから、うまく歌うことよりも自分なりに一生懸命楽しく歌うことを心がければいいのです。その一生懸命さや楽しさは必ず聴いてくれた人たちの心に届きます。それが誰かの笑顔のもとや生きる活力になれたとしたら、とても素敵なことだとは思いませんか。先生、私なんだか歌いたくなってきました。足もでやんす。それは良かったです。ではまさにそういうメッセージのこもったカーペンターズのシングを歌いましょう。さあ歌おう、大きな声で、嬉しいこと、楽しいこと、さあ歌いましょう。音痴でもいいでやんす。一生懸命楽しく歌えばいいのね。